安田貞則安田定則から1892年3月8日は、幕末の薩摩藩士、明治期の官僚、政治家、幹線茨城県知事、元老院議官、貴族院直選議員、通称、大輔、薩摩藩士、安田加藤太氏の次男として生まれる。明治4年7月23日陸軍大員に任官、同年10月、開拓大佐官に就任。 以後、開拓市七党出資、開拓幹事、開拓商法案を歴任。1876年2月、黒田清高長官が朝鮮と交渉する、全県弁理大臣となった際に随行し、日朝就効条規が締結された。1877年1月、開拓権大書期間に就任。以後、開拓大書期間、外国品高級事務長。 北海道物産取扱所長などを歴任。1882年2月4日、大倉大書記官、同月14日、農商務大書記官に就任。以後、北海道事業管理局長、農商務三党出資などを務め、1884年にイギリスで開催の万国発明品博覧会、1885年にドイツ帝国で、 開催の金銀製銅製品版国博覧会に、それぞれ事務官庁として派遣された。1886年1月26日、元老院議官に就任。同年5月8日、茨城県令に発令。同年7月、地方間官制改正に伴い同県知事となる。県政振興のため、積極的に人材を投与した。 1891年4月24日、知事を異顔面本館となる。同年12月22日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。ありがとうございます。